ドラゴンクエストウォーク。はい、皆さんどうもこんばんは、こんにちは、おはようございます。これからドラクエウォークガチャ10連引いていきます。世界樹の表情装備ガチャ、こちらですね、ピックアップ武器である世界樹の表情、こちらを狙っていきたいと思います。はい、ガチャ10連ということなんですけど、まあその前にですね、毎回恒例の無料の、単発のCM 付きガチャの方も、まあ、やっていきたいと思います。というわけで、早速ですね、はい、ガチャの画面に入っていきます。それではですね、早速無料の単発、CM 付きガチャ、やっていきましょう。はい、こちらですね。お願いします。はい、CM がですね、ちょっと長そうなら、はい、CM をカットしようと思います。はい、CM がちょっと始まらないのでカットしましょう。はい、CM が終わりました。ガチャがスタートします。はい、銀色宝箱で空の演出が流れ星1個、これはちょっと演出が弱いですね。はい、外れということでした。はい、まあそうですね、とりあえずちょっと流れが悪いんですけれど、まあちょっとね、流れが悪いのでちょっと一旦フィールドに出て、流れを変えようと思います。はい、まあ、特に何かやることがあるわけでもないので、とりあえずですね、はい、もうガチャやっていきましょう。今回は、はい、こちらですね、はい、世界樹の表情装備ガチャ、まあ配布チケットがねありますので、はい、今回はねそれを使ってやっていきましょう。それではいきます。ピックアップ武器、金色宝箱が、1個あって、空の演出、星はまあまあですかね。はいはい、虹色が、1個だけ出ました。はい、次が虹色です。はい、モモンジャのね、カットインはなかったですね。残念ながら、ピックアップというわけではなくて、はい、ベールいただきました。ピックアップ装備なんですけど、はい、ちょっとね、これ被っちゃいましたね。はい、ピックアップ装備当たったのは嬉しいんですけれど、まあ、残念ながら被りということでございます。はい。まあ、ということで、まあ、ピックアップ装備はね、それなりに当たってるんですけれど、残念ながら武器が出てこにはきませんということで、はい、まあでもね、あの動画を見ておられる、皆様には幸運が訪れることを願っております。はい、そんな感じで今回終わろうと思います。ではまた、おつ。